はい、どうもおはようございます。いつも本当に見ていただいてありがとうございます。今日は10月5日土曜日、今8時58分です。もうすぐ小平着きます。はい、もう10月ですね。あのサッカー選手は10月からが勝負なんで、気合い入れまくってやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、どうもお疲れ様でした。練習終わりました。今日今から3時からトスト試合なんで、アジスタに向かいます。ホームもあと3試合なんで、今日は絶対勝ちましょう。めちゃめちゃ大事な試合なんで、行きましょう。はい、どうもお疲れ様でした。スタジアム雨やったんですけど来てもらって、ありがとうございました。家帰ります。はい、おはようございます。クラブハウス向かってます。落札された方に、うん、あ、プレゼント、うん、OK です。ありがとうございます。150円でもいいんで、うん、あ、目玉焼き欲しいですね。確かに高いんやけど、ければいい。長いな。これ長すぎじゃない？ちょっと長すぎやろそれは。ヒッピーちゃうねんからさ。腰痛。はい、阿佐ヶ谷に来てます。今からトレーナーとワンオンワンです。行きましょう。夜勤をされる方で、まあ、日中は昼に起きてこの時間トレーニングすると結構自分の中でいいサイクルですね。昼に起きてる。あ、そうです。そうだね。ほい、終わりました。ほう、ラン。はい、ちょっとまだいろいろやってるんですけど、ちょっと一旦抜けて髪の毛切りに行きます。気分転換ですね。気分転換。ちょっと差し入れ探してたんですけど、お、覚えさそうじゃない、おにぎり。ここ行こう、ここ行こう。めっちゃええやん。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃええ感じの差し入れゲットしました。これ持っていくぜ。はい、終わりました。オフィス戻ります。腹減ったな。聞こえます？俺聞こえる？普通に。はい、おはようございます。今練習場向かってます。今日雨ですけども、よいしょ。今日はシンガポール代表と練習試合っていうことなんで、気合い入れて頑張っていきたいと思います。行きましょう。
はい、どうもお疲れ様でした。練習試合終わって治療してました。はい、今日は久々の練習試合やったんですけど、まあ、俺は65分70分ぐらいプレーして、まあ、無失点で終えることできたし、まあ、相手シンガポールのまあ A 代表ってことで、まあモチベーション高くこっからやっていこうみたいな気合入ったチームだったと思います。俺自身も、まあ、無失点で終えることできて、裏のボールとか、まあ、ミドルパスとか、まあ、ビルドアップ含めて、まあ、俺の特徴、俺の強みっていうところはしっかり出せたと思うし、まあ、たくさんの方見に来てくれたんで、そういう応援してくれてる人たちの前でしっかりプレーできたと思います。はい、なので明日オフですということで帰ります。はいはい、ありがとうございます。まあ、全体的に結論めちゃくちゃ満足してるので本当に感謝してますっていうところがあります。ありがとうございます。はい、はい、歯のクリーニングしに歯医者行きます。クリーニング終わって飯行きました。綺麗だったパッタイうまそう。はい、中野に行きました。今からトレーナーとワンオンワンです。行きましょう。はい、終わりました。はい、おはようございます。もうすぐ小平着きます。わかるやん、うん、よし。おい、はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。帰ります。今日はヤスとエンケンとツヨポンと吉祥寺でご飯行きます。ちょっと吉祥寺行ってカフェでもしよっかな。どうしよう、パンケーキ食いたい。はい、吉祥寺来てます。ヤス、パンケーキ屋あったのになくなってる。知ってる？あ、ここにあったん。俺こっち。はい、ヤスとエクセシオールカフェ来ました。はい、今回も動画見ていただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。はい、あとね、僕公式 LINE っていうのをやってます。何か僕に直接言いたいこととか質問あるって方は、あの、友達追加していただけたら嬉しいです。概要欄に URL 貼っとくのでぜひチェックしてみてください。はい、では次の動画また見てください。ありがとうございました。さようなら。